ウィリアム・マーシー、ウィリアム・ラーニット・マーシー、ウィリアム・ラー&・マーシー、1786年12月12日から1857年7月4日は、アメリカ合衆国の政治家、アメリカ合衆国上院議員、ニューヨーク州知事、アメリカ合衆国陸軍長官、アメリカ合衆国国務長官を歴任した。年12月12日、マーシーは、 マサチューセッツ州スターブリッジ、現在のサウスブリッジにおいて、ジェリディリア・マーシーとルース・ラーニットの息子として誕生した。マーシーは、レスター・アカデミーとウッドストック・アカデミーで教育を受け、1808年に、ブラウン大学を卒業した。マーシーは、ロード・アイランド州、ニューポートの学校で教師となったが、間もなく、教職を辞めて、ニューヨーク州トロイに移住した。マーシーは法律を学び、 1811年に弁護士として認可を受けた。マーシーはトロイ市内で弁護士業を開業した。またマーシーは弁護士業の傍ら雑誌、ノーザンバジェットやオールバニアガスへの寄稿活動を行った。1812年、マーシーは第155ニューヨーク州連隊に所属し、米英戦争に参加した。終戦後の1816年、マーシーは トロイで法務官となった。マーシーは民主共和党に所属し、ハンクリントン派に加わった。1818 18年、マーシーは政敵により法務官の座を追われた。マーシーは雑誌トロイバジェットで編集者となった。またマーシーは1818 18年から1823年まで、勝者マーシーレインで事業提携者となった。1821年、 マーシーはニューヨーク州の多くの有力政治家たちと共に政治団体オールバニ・レジェンシーの設立に関与した。マーシーはオールバニ・レジェンシーにおいて幹部となった。オールバニ・レジェンシーはニューヨーク州の政治に深く関わり州の政治を掌握した。マーシーは1821年から1823年までニューヨーク州民兵で軍務局長を務め、 同じく1821年から1823年までニューヨーク州法務官も務めた。マーシーは1823年から1829年までニューヨーク州会計監査官を務めた。マーシーは1829年から1831年までニューヨーク州行為裁判所売責裁判官を務めた。1831年、マーシーは 民主党からアメリカ合衆国上院議員に選出された。マーシーは上院司法委員会に所属した。1833年、マーシーはニューヨーク州知事に選出された。マーシーはアメリカ合衆国上院議員を辞任し、ニューヨーク州知事に就任した。マーシーはニューヨーク州知事を1838年まで3期6年務めた。マーシーは 州内56軍を対象とした初の人口調査を実施した。マーシーは1838年に州知事4戦目も目指したが、ホイック党の急進改革派、ウィリアム・ヘンリー・スワードに敗れた。同時に、オールバニ・レジェンシーによる州政治の支配も終焉した。マーシーは1839年から1842年までメキシコ請求委員会の委員を務めた。 その後マーシーは民主党における奴隷制支持派として保守的な立場を維持した。ニューヨーク州においてマーシーは民主党保守派、ハンカーズの政治指導者の一人とみなされるようになった。マーシーは1845年から1849年までジェームズ・ポーク大統領の下で陸軍長官を務めた。マーシーはメキシコやインディアンからの増大する脅威に対応するため、 既存の陸軍部隊をを増強することを推奨した。マーシーは北西部に居住するインディアンとの交易のため、インディアン局を設立することを提案した。マーシーはイギリスとのオレゴン条約締結に関与し、オレゴン国境紛争を解決した。マーシーは陸軍長官退任後、弁護士業へ復帰した。1849年末、マーシーは民主党保守派、ハンカーズにおいて、 本和な派閥を統率し、民主党求人派、バーンバーナーズとの融和を図った。この流れの中でマーシーは1852年の大統領選挙における自身に対する民主党の大統領使命を求めた。だが、民主党保守派、ハンカーズの頑固な派閥を率いるダニエル・ディキンソンから反対受け、失敗に終わった。マーシーは1853年に公職に復帰した。 マーシーはフランクリン・ピアース大統領のもとで1857年までアメリカ合衆国国務長官を務めた。マーシーはガズゲン購入など24の条約締結交渉を支持した。国務長官退任後、マーシーはニューヨーク州オールバニで隠居生活を送った。そして1857年7月4日、マーシーはニューヨーク州ボールストンスパにおいて死去した。 マーシーの遺体は、オールバニ市内のルーラル墓地に埋葬された。マーシーの名前は、その功績を称え、以下の地名に付けられた。1812年2月22日、マーシーは、ニューヨーク州トロイにおいて、ドリー・ニューウェルと結婚した。二人の間に子供は、生まれず、1821年に死別した。1824年4月28日、マーシーは、 ニューヨーク州オールバニにおいて、コーネリア・ノーアーと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。